小池さん、小池さん、筋体安定のための睡眠のコツ他にもありますか？はい、もう一つあります、うん、それはその2、週末の寝坊寝だめは避ける。おうおう、なるほど。で、平日に溜め込んだ睡眠負債ってやつを週末にまとめて返済ではなく、うん、毎晩15分だけ早く寝るということをお勧めします。で、毎日コツコツが体内時計を健康的に保つ上で効果的です。いつもより1時間早く眠るのは無理と言いましたけど、15分だけ早くならできるんです、うんうん、ただし過度の緊張感はダメです。心と体をリラックスさせて眠る前のルーティンを15分早めるだけで意外と自然に早く眠ることができます、うん、このいつもよりちょっとだけ早寝を続けられると 1,2 ヶ月で1時間早く眠る睡眠習慣も無理なく自然に身につきます。ぜひお試しください。